イットラックスベロー、遊んでいきます。これはディアブロ生みの親が個人で作成したゲームとのことです。現在はまだアーリーアクセス版なのでどの程度遊べるかわかりませんが、早速始めていきましょう。スチームコントローラーで遊んでいきますが、どうやらゲームパッド対応ではないようなので設定を行いながら進めていきます。プレイ、まずはキャラクターを作るですね。ボルドボーイ風にするか、定例の。どうやら体の色は緑色しか選べないようですね。で、キャラクターのクラスって書いてあるんですが、ちょっとちっちゃいですが、いろんな職業があるですね。ローグ、ウィザード、バード、これはクレリック、あとはなんだ、エンチャンター、ネクロマンサー、どれにしようかな。じゃあ初めはローグで行ってみますか。なんか冒険者的な感じ、シーフ的なね。ゲームスタイル、スタンダード、ハードコア、クリエイティブ、クリエイティブモードなんてあんの？なんか物を作れるんですかね？ってことは。じゃあ初めはスタンダードいきますが、慣れてきたらこのハードコアでね、遊ぶのが面白いかもしれません。始まった。始まったが、さあしかしね、操作方法が全くわからないですね。とりあえず適当に押してみますが、操作説明はね、どこにも書いてないんだよな、このゲーム。困ったことにね。ちょっと本当に困ったな、これ。まずはちょっとマウスキーボードで。ああ、なるほどね。左クリックで、攻撃する。S でしゃがむ。スペースでジャンプか。なんだこれ。Z で寝る。よし、大体の設定は終わりましたかね。今んとこ何もね、何をすればいいのかがさっぱりわからないですね。木がいっぱいありますけど、特に壊せる感じではない。で、画面左上になんか、書かれてるんですね、アイコンが。これが、お腹が減ってるとか、そんな感じですかね。胃袋？違うかな、そんな感じですよね。74。多分食べ物を見つけて、食べる必要がある。こういうとこはなんか掘れるとか、そんなことないのか？カーソル合わせるとなんかありますね。ロック。ライトマウスボタンで取ることができる。あ、取った。ああ、なるほど。こうやって取れるんだ。これ人参？取った後に、E ボタンで植えることができる。植える？どっか植えれる場所あるんですかね。選択しては見ましたが、特に今のところちょっとわかんないね。あ、これも取れるぞ。これはなんだ、キャベツか。じゃあ取れるものいっぱい、あ、これも取れますね。どんどん取っていきましょう。これは草ですね。草を2周進んでいこうか。なんかね、このゲームのプロモーションムービー見ると結構敵と戦いまくるゲームなのかなと思っていたんですが、こういう要素あるみたいですね。テラリアっていうゲーム、家を建てたりすることができるゲーム、ああいう要素もあるっぽいですね。スティック、なんかスティック取ったよ。スティックを装備したいときはどうすんだ。なんか装備とかできるわけじゃないのか。インベントリを開いて、これこうやってなんか装備とかできないの。お、なんだ、ここには装備できない。チェスト、フィート、リング、これは防具装備なんかな。まあいいや、先に進もう。アイテムを収穫しながら進んでいく。お、こういうとこ穴があるけど、まだ入れる感じじゃないですね。草を拾って。お、この草が。これは岩ですね。岩投げれんのかな。人参を入手。他には、なんだ、ここはちょっとなんか怪しいね、これ。目玉のように見えるぞ、これ。お、こっち向いてますね、こいつ。向いてるけどなんかできるとか言うわけではないね、特に。なんだ、変な音がする。殴ると変な音がするぞ、こいつ。どういうことだ。とりあえずキャベツを入手。なんだ、今んとこ、ひたすらまっすぐ進んで、なんかいろんなものをね、集めるだけのゲームになってますね。やばいぞ。左上のゲージ、あ、なんだ、目玉来たぞ。おー。いきなり初めてボス。強そう。ちょっと待て待て。なんだこいつ。強い、いきなり強い。殴れ。待て。待て。相当強いぞ、こいつ。なんだ、お、ちょっと待て。待て。いきなり難しすぎでしょ、これ。なんだこれ。エンターキーを押す必要がある。エンターキー割り振ろう。あ、どっかにワープしてたかな？はじめスタート地点かな？ちょっと待ってくれ、今の。どうすればいいんだ。全く情報がないけど、まあ、それを楽しむという、ことなんかもしれないですね。デイ2、2日目。さっきのやつ来た。待て。ちょっと待て、異様すぎない、こちら。
待て。多すぎだろ。ちょっと待て、敵多すぎだろ、これ。いや、待ってくれー。いっぱい来たぞ、おい。いやー、ちょっと待て。待て。これ無理だって。よし。うらちょっと待て、数多い。めちゃめちゃ多い。これ、こんなにいける。絶対無理でしょ。下がりながらいける？もしかして。平らな場所で。ああ、下がり打ちでいけそうですね。ああ、でも結構強いけど、ああ。うん、下がり打ちで、やれるぞ。ひたすら下がり打ち、結構くれまくるね。段差がまずいが、平面の場所で。どうだ、倒そう。ほら、経験値入るじゃんか。おいった、倒した。ああ、しかし、死にそうだよ。くっそ、こいつら、なんだってんだ。おい、切りかねえぞ、この目玉。やばい。よし。ちょっと操作に慣れるまでね。もうちょっとね。初めからやり直して。いろいろ試しましょう。操作方法とかね。なんだ、ニュー、チップス？こんなとこにチップスが表示されてるようだな。二つのスティックを拾って、ワンドを作れ。クラフトパネルから。なんだ、急にチップスがレシピを見つけたと。じゃあスティックを見つけましょうか。木の棒ですね。先ほど拾ってましたね、そういえば。あ、前方にあるね。いらないものをどんどん拾ってね。スティック拾った。そして、クラフト、これかな？クラフトパネル。あ、作ったっぽい。これ2キーで使える。あ、なんだ。おー、飛び道具が打てるようになった。なるほど。壊れたりするんですかね？耐久度的なもの？あ、新たなチップスかな？これは。サバイバルのためのチップスか？食べ物を食べろ。E キーで食べる。Z キーでなんだって？レスト？あ、休むね。いや、種は E キーで植えるですよね。ただ、人参を食べてみますか、じゃあ。人参を食べるには？これか。お、人参を食べたら左上のゲージがちょっと回復した。70くらいから96くらいになったと。なるほど。で、一つ、チップスを達成したと。Z で寝る。うん、二つ目達成。次は、種を植える。種は持ってないかな、まだ。持ってなさそうですね。種を探そう。全然種がないね。キャベツ。いいね。キャベツ、スティック。蝶々は飛んでるけど、取れる？蝶々は取れない。スティックを取りまくる。あ、もしかして、こっから先に行くと敵が出るとか、そういう意味かな、これ。そうなのかもしれないですね。うん。だから、こっから出ないようにする。いや、合ってるかな。あ、これ、ベリー植えられるかな？ちょっと植えてみるか。植えられる場所っていうのはあんのかな？これ、植えるって書いてあるんですかね？ベリー。あ、植えた、やった。よくわからんが植えた。これでクエストが達成。なるほど。新たなクエスト。次はツールを作れと。斧を作るのかな？ツルハシ。作る方法はどうするんだ？レシピが出てきた。なるほど、今まで拾ったアイテムで作れそうですね。じゃあまずツルハシを作ってみた。あとは？あ、これで作れない。アイテム足りないと。グラスが足りない。これはなんだ？木が足りない。なるほど、木は切る必要がありそうですね。じゃあまずアックスを作るためにグラスを集める。草ですね。草でアックスを作るのか？あ、これで作れる。なるほど。斧を作った。これで斧を持ったから、おお、木が切れる。切ってんのか、これ。押しっぱなしで切る。あ、切った。どうだ？おお、いっぱい木が手に入った。やった。で、これも常に切るか？で、いつ？木を入手しましたが、やばい、敵が来たね。早速。ツルハシ持ってるから、どうやら地面が掘れるようになったっぽいけど。これね。あー、ちょ、待て、お前。よし、お前よ。おーっとっとっと。あー、あー、あれ。おー、バイ。こいつらを。なんだ？リチャージ。なるほど。リローディングタイムがあるんですね。しかしもう敵が出てくるようになってしまったね。今必要なのは岩が必要。リローディング。いいぞ、武器さえあれば、雑魚敵は比較的倒しやすい。リローディングだ。ああ、あった。なるほどね、時間が過ぎると、敵がもりもり湧いてくるようになるんだ。しかしあまりに、ちょっと敵多すぎね。もちろん安全地帯欲しいよね。どんどん敵が湧く。
こいつを倒さない限り、無限は効かない。倒した。岩を入手するにはどうしたらいいんだ？うん。あ、掘れる。地面掘ってるこれ。どうだ？岩入手してんのかこれ。ロック。これは何でしょうね。岩。違うな。キャブルストーン。なんか、欲しい岩とは別のようですね。それでとっても暗いね。多分ランプ的なものがあると思うんですけど。あいつを、撃ちまくって倒す。とりあえず。なんか落としたな、あいつは。相手落としたから、拾ってみよう。これなんだ？ブレッシングのスクロール。この効果は何だろう？左上から今ちょっと敵が来てる。何かの加護を得ることができるのかな？ 5 分間、いろいろ能力アップするようですね。なるほどね。武器は結構強いから、これだけで、すごいめちゃめちゃ進めそうだな、とりあえずはね。あ、お腹が結構減ってるっぽいな。なんか食べるかい。人参を食べる。キャベツも食べよう。で、現在はどういう状況だ？ 44 ライフ。ちょっと寝てみるか。寝たところ、ライフとスタミナっぽいのを回復しましたね。もう一回寝る。うん、回復するんだね。ライフが。こいつ厄介だか？おっと。うん、なかなか飛び道具さえあれば問題ない。よし、ここは掘ってみるか？ここに岩がありますね。目的の。ロックを入手。しかしまだ足りない。木も切りまくっておいた方がいいですかね。どんくらい切ればいいのか。岩を探せ。この目玉っぽいの。特に打っても変化なしか。これあれじゃない、ピッケルで掘れるとか。そんなことないかな。あ、無理っぽいね。ここは掘れないんだ。なるほどね。ルールが分かってきたら、面白くなってきましたね。ここで目標の物を入手したので、キャンプファイヤー。ああ、ついにキャンプファイヤーが作れるんだ。とりあえずキャンプファイヤーを設定して、これでミッションがコンプリート。見てみるか。うん。レベルアップした。あ、レベルの概念があるんだ。やっぱり。次はなんだ、レベルアップボタンを押して、レベルアップをしろと。待てよ、敵が来たぞ。あいつを倒す。お。なるほど、アタックパワーにバイタリティ。インテリジェンスにウィズドム。賢さ。私のこのキャラクター、ちょっと適当に作っちゃったから。職業がわからないな。敵が来たぞ。リロディング。あ、ローグか。ローグだから、何あげたらいいんだろうね。アタックパワーに、バイタリティでいいかな。で、とりあえずアタックパワーを上げてみた。アクセプト。これでミッションが達成ですね。報酬を入手。ラーニングポーションを手に入れたようだが、これは何だ？ラーニングポーションを置いて、ああ、メインスロットのどっかにラーニングポーションを置けと。そして、クワフザポーションバイプラッシングザキー。ポーション使えって感じか？キューキーで。はい。あ、使った。これは何の効果があるんだ？今のポーションは。ウェルヘド。食べ物。お腹が減りにくくなるとかそういう感じですかね。クエストを完了して、次は、あ、キャブルストーンを掘れと。もう掘ってありますね。で、クラフト&プレイサーフォージ。フォージを作れ。おっと、新たにいっぱい作るようになった。これは面白いぞ、おい。面白くなってきたぞ、おい。フォージはどれだ？松明も作れる。ドアも作れると。あ、これ。建築要素ですね。ベッドとかも作れるぞ。おー、家作りたいな。何作ればいいんだ？とりあえずここからいろんなアイテムが必要になりそうですね。ワークベンチにフォージ。フォージはあれですよね。鍛冶屋のあれですよね。鍛冶を作る場所。ワークベンチはなんか武器とか改造するものかな？それを作れと言われてんだけど。あ、これか。フォージはこれ。カブルストーンがいっぱい必要。なるほど。こっちにありましたね、さっき。ちょっと見ていくか。ここか。これを掘りまくると。結構量が必要っぽいですね。残り16個必要。これ個人制作ということで、グラフィックスも作ってるんですかね、制作者の方がね。これを全部一人で作ってるとなると相当ですね。あ、なんかいろいろ足りない。疲れてる？寝た方がいいのかな、こういう場合は。そんな感じがしますね。これ寝れるか？寝てみよう。うん。どんどん回復する。左上の、スタミナゲージ的なものがね。しかし、お腹はちょっとずつ減るんですね。上に人参があるから、ちょっと取っときます。人参を取って、回復するか？回復はこれか。食べ物食べて、お、結構満タンになったね。じゃあ、再び掘るか。
しかしちょっと奥が暗いですよね、ここね。右側が。タイマーとか必要なんですかね、明るくするには。しかしこの世界ね、後ろの背景見ると真っ赤ですよね。血の、世紀末的な、エヴァンゲリオンの世界のような感じになってる。もう大丈夫かな？作れますね。フォージ。じゃあここに作ってみるか。フォージを設置。お、一体これで何ができるというんだ。シフトとライトマウスボタンでピックアップ。再び回収することができるそうですね。あ、なるほど。ここで回収した。待て、敵が来たぞ。敵が来たから倒していこう。厄介な敵が倒していく。俺かっこいい。やった。なんか落としたな、やつが。これなんだ。コーヒー落とした。コーヒー入ってんのかな、中身が。モンスターがコーヒー持ってるとか生意気だ。後ろからも虫が来てる。虫が来て。あ、はい。終わった。このちっちゃい、地上のこいつを倒すか、まだ。上のこいつを倒して。いいぞ。いや、これね、ちょっとまだ、操作が、設定がうまくいってないから、ちょっとまだやりにくい感じですけど、スチームコントローラー。これ操作に慣れてきて、完全な設定にすればもう相当面白くなりそうですね。あと、フォーラムの方読んでみたら、また敵が来た。ゲームパッドの対応はそのうち、するとのことですね。まだこれ設置してみたけど、明かりがついてれば敵が寄ってこないとか、そういう設定はあるんですかね。次はワークベンチ。ワークベンチはこれか。アイロンバーが必要。アイロンバーを作るには、アイロンオレが必要。アイロンオレはどこで手に入るんだ？今んとこ持ってない感じですね。終わった。まずこちらを。倒して。新たに、また落としたな。コーヒーか。ちょっと暗いから松明作ってみるか。一つの木につき松明が作れる。敵が来た、敵が来た。ちょっと待って待って。忙しい。こいつ撃って。あー、食らっちまった。松明をここら辺に置いてみるか？おー、明るい。なんかいいね、いいね。この明るさ。で、ちょっと地下方向行ってみますか。せっかくなんでね。これに、松明を灯しながら。おー、奥に行けるぞ。やった。はじめはわけわからなすぎて。なんだこれって思ったもんですが。なるほど。チュートリアルをこなしていけば、面白いですね。きちんとね。いいぞ。こちら進んでいくか。しかし、ここら辺ね、アイロンバーっていうくらいですから、待てよ、敵が来たぞ。どうぞ、ここにいれば安全だ。そんなことないな。真上に撃てる。奴が結構いやらしいね。あれ、フォージ壊せるとか、そんなことあるかな。こっちかも敵、ゾンビを倒していく。あ、今のちっちゃい敵は、松明の明かりから逃れるように逃げていった感じか？その可能性もあるな。おっと、レベルアップした。やった。じゃあ次はバイタリティアップするか？アクセプト。あっと、敵が来たぞ。あいつを倒すには、目玉撃って、撃ちまくる。うん、松明のある方にも来ますね、こいつね。やっぱり。おら、買ってこい。どういうの黙れ。うん？あ、こっち来んのか、やっぱり。まず目玉だ。目玉打って。下の雑魚倒していく。じゃあ、鉱石を探す。旅に出ましょう。あ、また疲れてるね。ちょっと寝るか。ふぅ、寝てやつも。うわぁ、敵がすごい寄ってきた。上から来るぞ。また来た。敵がいっぱい来る。おら、オッケー。上にいるな。あいつ無視でいいか。こっちには気づいてないようだな。なるほどね。こういうとこに隠れられるんですね。あと明かりも結構届く感じですね。しかしね、岩。これにありそうないな。さっき左の方に行ったら、ゴツゴツした岩っぽいのありましたけど。あれ掘ればいいのかな。あ、まずいまずい。また疲れてる疲れてる。休もう。そして松明をね。松明作りまくとは良さそうですね。木は結構持ってるからね。松明を作って、これに設置すると。お、奥が見えるね。なんだなんだ？ここに一体何があるってんだ？こっち行ってみるか？あ、結構遠くにも松明置きますね。ポコーンって。こんなとこに。遠距離、あ、向こう側に置ける。面白いな、これ。これ掘ってはいるが、何を入手してるんだ？土的な何かかな？これか、ダート。泥ですね。いや、もしくはこっちか。いや、ダートですね。今はダートを掘ってる状況。で、ここら辺掘って進んでいく。しかしこれあんまり奥に行ってしまうと、戻れなくなっちゃうとか。そんなことあるかもしれませんね。
あ、疲れてる。休もう。待て、これはお腹減ってるんだ。まずまず、手冷えぞ。まずまず。お、ロッポッポッポッ。どこ行った？こいつらあんま強くないな。とりあえず食べ物食べよう。食べ物は少ないな。ちょっとまずいな。とりあえずキャベツを食べてみたが、これ下に行っていいものなのか？食べ物は必要ですからね。あ、なんか左の方になんかある。ああ、なんだあれ。ああ、ああ。わかんないけど、これに、タイマス置いてみる。なんだなんだ。タイマス、しかしなくなっちゃったな。あ、これなんだ。他の敵かな。ちょっと行ってみよう。この先に、あのなんかね、緑色のあれが気になるよね。この岩っぽいの掘ると、もしかして。アイロンオレ？どうだ？あ、これアイロンオレだ。やった。じゃ、もうちょい掘っていくか。ここら辺がそうですね。アイロンオレを2周。ここら辺も掘って、いいぞ。しかし無事戻れるかな、これね。本当に。敵と、これで対決ですね。この緑の何かが気になる。武器を装備して、撃ちまくる。ちょっと当たんないか？ちょっとむず、あら、あ、これどうだ？もうちょい、もうちょい、あー、やった、撃てる。こっから撃てるぞ。あー、なんだ？ちょっと下がっちゃうな、撃つと。微妙にノックバックしますね。そううまくはいかないんだな。奴らを駆逐する。あー、降りちゃったよー。まずいよー。これ死んだな、これ。死んだかと思いきや。奴らは断層を乗り越えてくれない。こいつはラッキーだ。どうだ、あいつも来るか？おいぞいぞ、ここから撃ち放題。やった。やったけどどうすればいいのこれ。登りたいな。これは、これを使っていくのかな？うん、これを使って足場にしていく感じが、マインクラフトと同じ要領ですね。こんな感じで。ふんふん、なるほどね。なんだ、何か足りない？ライフは厳しい状況か。ライフを回復するアイテムは今ともないですね、しかし。これアイテム落ちてる。あ、これ敵の武器じゃないこれ。レベル2で装備できるマジックワンド。拾ってみた。どれだ？これか。お？どっちの方が強いのかな？こっちの方が強そうですね。ちょっと嗅いでみるか。あとコーヒー飲んでみるか、これ。敵が拾ったね。飲んでみたけど、なんか変化はなさそうだな。まずあいつらを倒すためには、足場を作りましょう。ここら辺に足場を設置して、こんな感じかな？倒したが、これはなんだ？お？ルーンストーン。これは一体。ルーンストーン入手したらなんか出てきたよ。これ何これ？ルーンルーン、ロンルーン、ロンルーンを入手した。使い道はわからない。じゃあ一回フォージのとこに戻りましょう。さて、敵が来たので、閉じていこう。結構敵が溜まってるな、ここ。奴の身の毛並み排除したいとこですが、これどうする？攻撃が結構激しいぞ。あー、待て。こいつはまずい。うわー、いっぱい来た。ちょ、多すぎないか、こいつら。どうするよ、これ。離れた方がいいかな、一回。やばいな。これ、キリがないぞ。つる足で、まずここを掘る。武器を装備して、リチャージング！ここを掘ると。なんだなんだ、なんか死んだ。あ、お腹が減って死んでしまった。なんてこった。気づかなかったな。おっとっとっと。始めた時に敵が、すっごいできる。あばばば、クランプってんな。マップを表示してと、現代地どこだ？あそこですね。フォージは。で、このフォージを使って、これを作るんですね。アイロンバー。アイロンバーを作った。アイロンバー何個必要でしたっけ？ 2 個必要。じゃ、もう1個作ると。2個作って次に、ワークベンチを作る。で、ここに作ってみますか？地上をやめた方がいい感じがしますよね、これね。とりあえずここに作るか。クエストは、達成した。ん？何かをもらいましたね。ホエイをもらったぞ。なんか強い斧かな？ダメージ。近接武器っぽいですね。次はなんだ？ダート、マウンド、ホエを使って、ちょ、待て、それは来ないぞ、お前。ちょ、待て。こっち来んのか、お前。
飛び道具打ってくる？気のせいか？やるじゃないか、あいつ。まずは何だって？ホエを使って何かをしろって書いてありましたね。ダートマウンドを作れと。なんだ、ホエ。ホエを使って、ダートマウンド？なんか表示されるな。これなんだ、これ。この緑のこれなんだ？お？なんだ、これ。これがダートマウンド？これ作ったことになってんのかな？あ、なってますね。あ、ここに、種を植えれるんじゃん？あ、なるほどね。種を植えられる。そういうことか。しかし、種持ってた？これか。シードを植える。ちょっと待てよ。しかし、これ植えるには、サバイバルランクは5必要。他になんか、良さげなシードはないか。今は持ってなさそうですね。なんか拾う必要がある。これはまずいな。ちょっと一回地上に出て、いろいろ拾いますか。このなんかね、稲が、また生えてますよね。時間が経てば生えるのかもしれない。これ植えれるんじゃない？もしかして。どうだ？あ、植えられますね。植えてみよう。じゃあ、ここら辺で植えてみるか。土を耕すんですね。なるほど。こうやって。クワか。なるほどね。で、アイテム表示して、E で植える。あれ？またお腹が減って死んでしまった。くっそー、マジかー。しかし、これは結構取り尽くしてしまったからか。アイテムっぽいアイテムは特にないな。食べ物を拾わないとね。だから、そうだ、こういうのを植えて、食べ物を作る感じだ。植えた。植えた？植えたっぽい？もしかして食べちゃったかな？間違えて。その可能性あるな。あ、違うな。あ、種ができてる？これか、これを植えればいいのか？選択して、行き。あ、植えた。やった。とで植えとこう。これでクエストが達成されたので、サバイバルパネルを開いて、クリックする。V キー。V キー。おっと、なんか出てきたぞ。ちょっと設定しよう。なんか取ればいいのかな、これ。ロンガーハーベスト。スキルですね、これはね。おう、これはサバイバルスキル。なるほど。何を取ろうかな。何を取ればいいのかちょっとわかんないね。ちょっと、また死んでしまうよ、このままじゃ。お腹が減って死んでしまうよ。お腹が減って、死んでしまうよ。食べ物は？これ食べ物、グラスは食べれないな、さらに。なんか、やばい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 、死ぬ、死ぬ、死ぬ、どんどん。体力が減っていく。これだ、コーヒーを飲め。コーヒーを飲んで、コーヒー飲んでもダメだった。だよね、まだ、この食料を集めないことには、これ話進まないぞ。よし、だいたい容量は掴んできたので、もう一回ちょっと、スチームコントローラー、操作を見直して、で、また初めからちょっと、やり直してみますかね。今度はスムーズに進めるような感じで。というわけで、一回ここで終了したいと思います。